桜庭和志がジョシュ・バーネットを参謀に招き動き出す新たなスポーツエンターテインメント。関節技と締め技のみ、打撃なしで争うプロイベント、その名もグラップリングチームサバイバルマッチ、クインテット。5人1組で1チームが構成されるクインテット。桜庭和志率いるチームハレオで、ジョシュ・バーネット、所秀夫、中村大輔に続く5人目のグラップラーが決定。ブラジリアン柔術黒帯、日系ブラジル人柔術家、マルコス・マルキーニョス・ソーザ。まあ、僕だけじゃなくて、柔術をやってる人間、グラップリングをやってる人間は、まあ、本当によく知ってると思います。もちろん柔術も世界のタイトルも取ってますし、 MMA の試合も出ていて、 MMA のチャンピオンでもあるんですね。総合格闘技でも活躍する最強のグラップラー、このマルコス・マルキーニョス・ソーザが加わり、ここにチームハレオの5人が決定。まあ、お父さんが柔術家で、生まれた時からですね、もう柔術一家で育ってきたんですね。彼のその弟、柔術界のスーパースター、本当に柔術界でそのソーザ兄弟と言ったらもう知らない人はいないぐらい有名人です。技のデパートと称されるほど多くの決め技を持ち、桜庭和志のようなアクロバティックな動きで相手を翻弄する。Na verdade, acho que isso só aumenta a responsabilidade, né? Porque, querer ou não, é um time forte e acaba, entre aspas, ficando como favorito. Mas eu fico feliz de ver que o trabalho de toda uma vida, não só minha, mas do ensinamento que eu tive com meu pai, teve resultado. Eu acho que isso que é o mais importante. É lógico que eu fico com peso nas costas de ter ali do meu lado só grandes estrelas. Eu acho que é um time de 5 estrelas, mas eu prometo que eu vou dar meu melhor nos treinos para não decepcionar eles e muito menos as pessoas que vão torcer pelo nosso time.努力すればするほど強くなると言われるのが寝技。そこには1000とも2000とも言われる技の数々が存在する。あらゆるポジションから決める関節技、締め落とすという戦いの原点が高度なテクニックとして進化した締め技、芸術品ともいえる技の攻防、そしてチームとして勝ち抜くための戦略がクインテットには凝縮されている。練習やればやるほどいろんな発見があって面白いんですよね。一つの関節にしても何種類か決め方はあるし、その決め方を発見するのが面白いですし。I think that the people that push the pace, that are aggressive for looking for the submission, and don't just pull guard and try to sit, really go after their opponent, try to throw them, try to dominate them from start to finish. That's when you're going to get the great matches. クインテットは団体戦。それも日本古来伝統の抜き試合を採用。抜き試合とは5人1組のチームで勝ち抜き戦を行い、5人全員を倒したチームが勝利となる対戦システム。世界中から選ばれた強豪チームがワンデートーナメントで覇権を争う。オープニングイベントは2018年春、詳細は近日発表。クインテット。